はい、どうもしゃねーす。桃山のねパパからスタートするよ。アダバナの地獄編。アダバナの館地獄編。いきます。みんながパパのことを悪者って言うんだけど、違うよね。パパは悪いことなんてしてないよね。してる。息子殺しをアウトに頼んだ。ねーパ。うぐ。腹パンサル。パパ、濃いの、なんの。うるさいぞ、クズが。両、どうしようもねえ。まったくどいつもこいつも私ばかりを責めて、あの程度のことを誰でもやっているわ。ふう。それよりもなんだ貴様、この成績はこの程度のこともできないのか。でも僕、頑張ったよ。クラスでも2位で。うぐ、暴力。何度も言わせるな。なんか発音が。1位以外は全てクズだ。深山、深山の、深山かなの息子は、貴様と同じ年で、すでに中学の問題を解いているんだぞ。なぜお前もその程度できない。だって、そんなのわかんの。いや、ひどいな、こんな、もう毒親だね。貴様は他人から救わ、間違えた。他人から教わらないと何もできないのか、このクズが。ふふ。まったく、なぜ私の遺伝子からこんなのが生まれたのか。やはり母親が悪かったか。もう最低、こういう親。死んでしまえ。次はもう少し頭のいい女に産ませるか。いや、これは桃山も荒れるわ。別に暴力自体に文句はなかった。そんなものはいくらでも耐えられる。父さんの立場が危うかったのもなんとなく分かっていた。それから来るイライラだと。だから耐えた。いつか、この人も変わってくれる。俺を見てくれる。何も期待あふれる言葉を聞きたかったわけではない。俺は、ただ、ただ。お父さん、今日何の日か覚えている？ねえ、お父さん。いや、うるさい、仕事の邪魔をする気か。一体何の用だ、クズが。私は忙しいと言ったはずだぞ。今日、僕の誕生日なんだよ。だから、何かと思えばそんなことか。くだらん。いや、子供の誕生日大事にしてあげて。何？金。俺はちょっと喜んじゃうかも。ほら、金をくれてやる。それで好きなものでも買え。ここちょっと俺クズだったね。お金わーいって言っちゃいそうな子供だから俺。さっさと出ていけ。はい。歪んでる。別にお金が欲しかったわけではない。僕が欲しかったのは、ほんの一言、些細な言葉だけでよかったんだ。僕はただ父さん、あなたに。おめえもちょっと可愛いとこあったな。お、ゲームに参加してる。では最後にもう一度ルールをまとめます。私が消えると同時に対戦相手の5人が現れます。先に相手の中にいるリーダーを殺した方の勝ちです。殺し合い。リーダーを殺せばその時点で相手側が所有する全てのポイントが勝者へと移動します。お、いいね。リーダー以外何人死のうとゲームは続きます。ではよろしいですね。ああ。いつでもいいぜ。気合入ってんね。キジ姫ちゃん。もうも頑張ろうな。ああ、もちろんだぜ。けどいいのかよ。俺なんかがリーダーで。何言ってんだよ。もも以外リーダーは務まらないって。安心しろって。俺がももを守るから。キンタ。本当にいいやつなのかな。ちょっと考えるいっちゃうよね。怪しいよね、キンタ。ああ、頼むぜ、キンタ。二人ともわかってるわよね。ああ、もちろんだぜ。開始と同時にあの目障りなキンタってやつを排除してやるよ。お、こいつらマジどうしようもないんだけど、クズすぎる。こいつはバトルロワイヤルなんだ。何が起こってもおかしくはね。ああ、その通りだぜ。どうやって会話したの？しかも、金太挟んで。では、ゲーム。開始です。対戦相手誰になるの？いや、4人しかいないけど。うおー！死ねクソ野郎が。どうなった？どういう状況だこれ。あれ？脇腹がいて。金太？あ、縦にした。いやー、ももお前マジでちょろすぎだわ。案の定クズだったー。さすが、金太さん、マジ余裕っすね。え？あ、だから4人なの。金太あっちのチームなんだ。金太さんの言う通り、うまくそいつらはめられましたね。おうよ、言った通りだろ。どういうことだよ、てめえ。なんで僕らと同じチームのお前がももちゃんを刺してんだよ。ああ、それね。だって俺、こっちのチームであると同時に、あっちのチームのリーダーだから。は？え？どういうことよ。この館でのエントリーなんだけど、実は腕輪の番号で登録できるみたいなんだ。だから一度自分の腕輪を外して、他人の腕輪で登録すると別枠で参加できるんだよ。なかなかいい手だろ。これを応用すれば、相手は一人でこっちは5人でリンチできるんだぜ。ああ、ちなみに今俺がしてる717位の腕輪は、そうやってはめ殺したやつから奪ったやつな。ひどい。本物はこっち。お前何位なんだよ。うわぁ、8位。序列8位の腕輪。てめえ、それじゃあずっと俺らを騙してたのか。当たり前じゃん。ここはそういう場なんだから、騙すのは当然っしょ。いや。
私たちはともかく、ももは本気であんたを信じてたのよ。ちょっと舌足らんかった今。それに小さい頃、ももを助けたのは嘘だったの。ああ、それね。いやあ、あれはマジで。最高だったわ。え？だって考えても見てよ。それまで議員の息子だって威張ってたやつが、翌日には捨てられた犬のような姿だったんだぜ。それに手を差し伸べるだけで、まるで俺を救世主みたいにキラキラして目で見てすがる。うわ、歪んでるキンタ、相当クズ。いやあ、最高に気持ちよかったよ。優越感っていうの？こいつは俺がいないと何もできないクズって見下すの。それにああやって弱い奴に手を差し伸ばすの、ヒーローみたいで気持ちいいんだよね。てめえ、あんた、最低よ。どこまで腐ってんの？いや、お前も腐ってた。おいおい、あんたらも人のこと言えんのか？ここに落ちた時点で、同じ穴のムジラなんだよ。ま、何にしてもその傷じゃ、ももは終わりっしょ。というか、数の上でもこっちが有利だし、あとはボコして終わりだな。わ、こういう結末なのか。へへ、楽勝っすね。おい、お前らのポイント全部もらうぜ。クソクソクソが。もも最後は親友のよしみで、楽に殺してやるよ。これどうなんだろう。もめも本当に普通に死ぬんかな。所詮何をやってもクズはクズだな。お前は何も変わらんよ。ああ。親父の言う通りだったよ。え、なんだ、あ、スキルかもしかして。なんだこれ。おめえは勝ち残った？え、なんだよ。どこだよ、ここ。こいつが俺のスキルだ。は？対象二人をこの閉鎖した空間に閉じ込める。時間はせいぜい一分やそこらだ。うわ、タイマー張ろうってこと？ちょっとおめえは、まあ、がかっこよく見えてきた。だがさっきのような集団戦なら問答無用で相手との一騎打ちに引きずり込めるんだよ。ちょっと待てよ。てめえ、傷はどうした？おお、考えてる。事前に回復薬を買っておいたんだよ。お前のために用意していた薬だ。桃山。最後まで金太のこと信じようとしてたんだな。いいやつやん。おい、待てよ、桃山。さっきのは冗談、冗談、無理無理無理がある。いやー、ちょっとかっこいいよ、桃山。親父、あんたの言う通りだよ。クズはどこまで行ってもクズ。カエルの子はカエル。なら俺はどこまで行ってもクズを貫くだけだ。待てよ、桃山。助けてくれよ。俺たち、親友だろ。無理無理。何回も言うけど無理があるよ、金太。親友。ああ。てめえが勝手にそう思っているだけだろ。わあ。ちょっとざまーとか思っちゃったんだけど、金太。おー、すげえな。負けると思ったわ。こういう感じであっさり行くのかと思った。ひひ、金太さんが、一体何が、何がどうなったんだ。もう桃山が倒したんだよ。もうてっきり君ら死ぬだけだと思ったのに。桃。お、そこまでです。しかも、8位を倒したからね、結構ポイント入るよね、こっちのチーム。坂上金太の死亡により、ポイントはすべて桃山太郎に譲渡されます。そんな、俺らの貯めたポイントが、ちきしょう、ちきしょう、自業自得すぎて。ああ。いや、笑い方よ、お前、世紀末じゃん。ひゃはー、やったな、桃山。これで俺たち助かったぜ。しかも、あいつらが持っていたポイントも奪えて、もう私たちの勝ち抜き決定じゃん。さすが、桃、私あなたのこと信じてたのよ。やめろ、手のひらくるくる。うるせえよ。へ、桃ちゃん、何そんな怖い顔してんの？出せ。出せって何よ？てめえらの持ってるポイント、全部俺によこせって言ってんだよ。は？何むちゃくちゃ言ってんだ、桃山。そんなことできるわけが。いいから出せって言ってんだよ。殺されてえのか、猿渡り。なんでだよ、ケモエ、桃ちゃん。俺たち、たちじゃねえか。いや、思ってないくせに。ダチ？うなもんでここを勝ち上がれるわけねえだろうが。自分以外はすべてでき、すべて利用する。それが当然だろう。なんでよ。私たちだって、あんたの役に立って、立った？親父と関係持ってるようなクズは喋るんじゃねえよ、キジ姫。はあ、父親と寝てるってのがもう最悪。そうだよ。俺らもお前らもみんなクズだ。だからクズらしいやり方で生き残る。それが当然だろ。なあ。いいね。そのエゴイストっぷりは俺嫌いじゃないよ。自分のために生きるってのは。あ、視点が戻った。ポイントどうする？足りねえんだけど。二人死ぬんだけど。ほんと、やばいよね。ピンチなんだけど。しかも前回のあの石板をはめ込むのがね、何だったんだろうって感じだけど。あとどうする？もう時間ギリギリまでだったらここに参加していいんじゃねとか思うんだけど。あ、参加しないって言ってんね。あと、どっかあるゲーム会場。ないよね。
ちょっと待ってよ。お、なんか始まった。あ、何か騒がしい声が聞こえるな。あ、もめまたちじゃない？ポイントないよ、ウェーンっつってるんじゃん。どうするのよ、これで私たち終わりじゃない。そんなもん俺が知るかよ。クソクソ、これも全部あの桃山のせいだ、クソ。てめえら桃山のグループの連中じゃねえか。こんなところで何してんだよ。てめえらは、チス、シンジにリクたち。よりによってこんな時にあんたたちに会うなんて。別に、こっちはただ通りかかっただけだ。あんたらに用はないよ。立て込んでいるようだし、このまま失礼するよ。あ、出た、助け求めに来たよ。ちょっと待ってくれ。なあ、こいつらに頼まねえか。は？あんた何言ってんのよ。そうだぜ、猿渡り。お前何言ってんだよ。けどよ、もうそうするしかねえだろ。俺らのポイントはゼロなんだぜ。いや、ないよ、君らのポイントなんて。君ら助けるポイントなんてないから。ならダメ元でもこいつらに相談してみねえか。そうだな。話すだけは話してみるか。なあ、実はあんたらに頼みがあるんだ。聞くだけ聞いてもらえないか。聞くんだ、リク。優しいやっちゃな。でも無理だって。なるほど。それであんたたちは桃山にポイントを全部奪われたと。そうなんだよ。しかもあいつ、ポイントがないと入れない館に逃げ込みやがって。あー、かくれんぼんとこかな、もしかして。違うかな。そうだ、かくれんぼだ。時間制限が来るまで、そこに隠れるみたいなんだ。いや、かくれんぼかくれんぼ言ってたけど違うわ。迷路だ、迷路。なあ、頼むよ。あいつから腕輪を奪って、俺らのポイントを取り返してくれ。もちろん、ただとは言わない。あいつの腕輪の中にあるポイントの半分をあんたらに譲れ。どうだ。お、それで足りるかな、120ポイント。ちょ、剣崎。仕方ないだろ。こうでも言わないと、引き受けてもらえないしさ。背に腹は変えられないか。どうする、みんな。私は反対。あら、そんな他人の事情に首を突っ込む必要はないわ。俺はどうかな。みんなのことを思えば首を突っ込むのは反対なんだが、こいつらとも知らない仲じゃないしな。優しすぎ。もちろんいい関係じゃなかったが、それでもこうして頭を下げてきたのを無限に断るのは、ちょっと、な。俺はどっちでもいいかな。俺は彼らに協力しても構わないと思ってるよ。マジっすか、先輩。ああ、何よりも困っているというのなら、助け合うべきだろう。こういう場所ではなおさら、いい人だな、関先輩。海はどう思う？私は、助けてあげたいが、本音かな。もういい奴らの集まりなんだから。そうか。とはいえ、雫の主張もわかる。助けるにしても、リスクが高い以上は。お、声。あ、赤羽ちゃんじゃない？これ。それなら、私が手伝ってあげようか。本当に、何もしない？怖いんだけど、赤羽ちゃんに手伝ってもらうの。やっぱり、その話、私が協力してあげるわ。あんた誰だよ。私の名前は、おとぎり赤羽。単なるシリアルキラーのサイコパスよ。うん、怖いよね、この発言。赤羽ちゃんも腕は変えてる説あんのかな？どうなんだろう。いいな、BGM。協力、あんたがか？そんな通り。この殺人鬼赤羽ちゃんが無償でお手伝いしてあげるんだから、あなたたちは100人力よ。殺人鬼？自分からサイコパスとか、何言ってんだ？この女。バカじゃないの？あれ、かわいいな、左下。あれね、なんか信じてもらえてなくてショック。だから言ってるじゃん、お嬢。本物のサイコパスは自分からはそう名乗らないってやつ。まあ、それでなくとも最近はそういうイキリオタクっつうの？そういうのを連想するめんどくさい奴らが多いのよ。まあ、わからなくもないかも。そんな風に受け止められるなんてショック。まあ、それはともかく、そっちのリクくんだっけ？その桃山ってやつを殺すの、私が協力してあげるわよ。だから私と一緒に、そいつが逃げた館に行かない？理由は、なんであんたがそいつを狙う？依頼よ。実はここに来る前に、そいつの殺人依頼を受け負っていたの。マジか。殺人を受け負っていた？そう。こう見えて私、殺し屋の家系でね。やっぱりあの女、ただのバカじゃね？信用されてない。殺人鬼とか殺し屋とか、どんな妄想だよ。まあ、あんたの言うことを信じるとして、それじゃあ桃山を殺すのは、あんたに任せていいのか？うん、ただ、私一人だと寂しいから、りっくんも一緒に来てもらえないかなって。お、大丈夫か？桃山とついでにりっくん殺すなよ。俺、必要か？必要よ。なんだったら私が持ってるポイントをいくらかあげようか？同行料ってことで。マジか。120ポイント。お！いいね。そうね、100ポイントでどうかしら。それは助かる。マジかよ。わかった。あくまでもあんたのサポートでいいなら、そのポイントと引き換えに同行するよ。やった、りっくんとデート。嬉しいの？ふみちゃんがちょっとやきもち焼いてる。
リックンいいの？構わないさ、先輩や海、シンジが助けたいと言ってたんだ。ここで見捨てると3人とも後暗い気持ちになるだろ。それに100ポイントあれば、ちょうど俺たちが足りない分を補ってくれる。いや、20ポイント足りないけど。そうじゃなくて、あの若葉って人、あなたたちを館に誘い込んで殺した後、ポイントを奪うつもりかもしれないわよ。それはないだろ。そんな後ろから刺すような真似はしないと思うよ。なんだその信用は。どうしてそう思うの？お、彼女を見てればそういう人間だって普通は気づくだろ。わかんないわかんない。それ、リク君の洞察眼がいいだけ。多分ここにいる連中の中で、彼女は一番真っ当だ。あ、自分に正直だってこと？だが念のため俺の持つポイントはみんなに分配しておくから、それなら安全だろ。仮に俺を殺しても奪うポイントはないんだからな。それならいいわ。おい、しずくちゃん早い。お話は済んだかしら。それなら早速その桃山ってやつが逃げた館まで案内してちょうだい。ああ、わかった。多分右上でしょ。違う？あ、だよな。ん？あ、違うか。この館だ。ふーん、なるほどね。それじゃあ準備ができたら入りましょう、リック君。ああ。え、ここ？ここなの？国連棒の館、本当に国連棒の館だった。これ赤葉ちゃんたちがいたとこだよな。ここだったんだ。俺てっきり迷宮かと思った。時間いっぱいまでって言ってたし。でも120ポイント足んねえかんな。まあ行くか。話しかける。はーい、ここに桃山ってプレイヤーが逃げ込んだらしいんだけど、そいつのいるところに私たちを送ってくれない？もういきなり交渉した。直球すぎるだろ、そんなんで入れてくれるわけか。構いませんよ。あっさり。いいのかよ。ポイントさえ払っていただければ中で何をしようと自由です。ですがこの館にはいくつかの部屋があり、そこでのルールには従ってもらいます。なるほどね。ただし全ての部屋に共通するルールがあります。それが、生殺与奪は自由、隠れる側もただ隠れるだけではないということを忘れなく。問題ないわよ。むしろ面白そうでいいじゃない。それじゃあ入場料を3人分払うからよろしくね。了解いたしました。それでは3名で60ポイントです。ああ、60も取られた。おい、ちょっと待て。3人ってどういうことだよ。あと1人誰？私とリック君と私の執事の冬木の3人だけど、まさかの、僕も一緒に行くのですか、お嬢様。当たり前じゃない。あと私の執事なんだから同行するのは当然でしょ。それは。心配しなくても、中でのことは私とリック君が全部やるから、あなたは後ろで怯えてなさい。どんな役割？はい。リック君いいの？構わないさ。あっちの執事が何かするとは思えない。まあ、これ、リク君無謀すぎるよね。それ、しずくちゃんも確かに心配になるわな。それじゃあ、これで準備は万端。リク君が良ければいつでも行けるわよ。ああ、了解だ。じゃあ、セーブしとくか。セーブ。じゃあ、ゲーム開始して今回は終わろうかな。一応移動してみよう。それじゃあ、行ってくるわね。おい、行ってらっしゃい、お嬢。リク君も気をつけてね。ああ。いる？桃山。4つ？かな、部屋が。ここが館の中か。扉がいくつもあるわね。どれにあの桃山ってやつが逃げ込んだのかしら。さあな、まずはしらみつぶしに中を確認するしかないだろう。そうね、それじゃあ頑張りましょう、リック君。それに冬木。はい。その前に、何？なんで俺を選んだんだ？え？なんでって？リック君が好みだったから。本当に？なんて冗談よ。あなたがあの中じゃ一番普通と違ったから興味があったのよ。あなたがここでどういう行動をするのか、とかね。俺は普通にしてるつもりなんだかな。それが普通じゃないんだってば。だってあなた、こんな状況になっても普段と変わらない態度を通してるんでしょ。それってもう完全に異常よ。普通だったらこんな場所に閉じ込められたら、時点で普段の行動なんてできないわよ。まあそれ言うなら、あったたちのメンバーも全員そうね。ここに落ちた連中も例外なく異常者らしいからね。シンジは焦ってたよ。可愛かったよ、シンジ。それを言うなら、あんたみたいなのがここにいるのもおかしくないか。はあ、それってどういう意味よ。ここで会った連中の中じゃ、あんたが一番まともそうに見えたんで。ああ、やっぱ多分自分に正直っていうことでランキングがついてんのかな。殺人鬼の私のどこがよ。いや、わざわざ自分でそういうあたり、あんたはまともだよ。大抵の連中は深く考えもしないし、単なるアピールとしか見ないだろうけど、俺には殺人をするための決意に聞こえる。多分だけど、そうして口にすることで殺す理由を作っているんじゃないのか。おっと、赤葉ちゃん、なんか訳あり説が出てきたよ。強要されてるのかな、親に。やっぱり殺し屋っていうのは多分本当だろう。
人を日常的に殺す職業、そんなものまともにまともな神経でやれるはずがない。下回って頑張って俺。だからそれを行うために、それをやれる人間になるため、あなたは自分を殺人鬼だと言い聞かせている。自分の心を守る手段としてそう思い込むというのは自然な流れだろう。あるいは決意、決心みたいなものだろうか。あんたの向上は。呆れた。よくもまあそこまで妄想を広げられるものね。別に普通だろ。出た、普通。まあいいわ、さっさとターゲットを探すわよ。私がおとぎり赤羽である以上そうするしかないんだから。あっと、やっぱ演じてるとかそういう話なのかな。なんだ冬木その含みのある表情。そうか、あー、分けありだねこれ。あ、セーブできんじゃん。じゃあ今回はここまでとさせていただきます。次回は部屋、いや4つ以上あったし、 1,2,3,4,5,6 個か。じゃあまあ6個の部屋で、部屋ごとになんかルールがあるって言ってたから、それをちょこちょここなしていこうかね。はい、それではシアンでした。またねー。